今日は新公園新公園のあれです、初日ですね。声を裏返った。そう、昨日に公演名とメンバーが発表されました。くしゃみ出そう。坂の天使ね、天使と続いてちょっとエモい。涙がくしゃみのせいでさ、くしゃみじゃないわ、なんか出てきた。 OK、 前髪がめっちゃ変やねんけど、今日やばい。ちょっと待ってた。こっちの方がいいか。公園名なんてなくて、確かにこの前ここ店やって、今回は天使のユートピアだから、天佑、天佑やばいな、天佑じゃないな、絶対天ピアやばいな。ドラえもんの名前にありすな。うん、なんか聞いたこと、なんかゴロ、なんていうの、なんていうの、イメージ、そのニュアンスか、ニュアンスがそういうなんか映画のあれにありそうやった、なんかの、なんかしらの映画にありそうで可愛かった。なんか喉なんかな、これは喉がね。待って、やばいやばい。でもなんか別に昨日ピア公演な、ユートピアやから、ピア天公園で、ピア天公園かわいい。公演の初日の日あやみ、まだ生まれて2歳と8日目、やばいな。8日前に、あ、そっか、そうやんな。なんか昨日よりかは喉やられてる感がないねんけど、声だけがおかしい。でも声変わりしたんかな、もしかして。声変わりしちゃった。なんか昨日はほんまに、あ、声やられてんなっていう声やってん、喉の感覚も全部。
でも今日はなんかもともとこの声の人みたいやねんけど、なんか元からこんな声ですみたいな感覚、喉もなんか変な感じせえへんくて咳出てるの今。ちょっと待ってね。ただいまですなんかもう、ね、もともとこんなハスキーボイスの人みたいになって、喉の感覚もいつもと喋ってる感じと変わらんくて、そう、声15歳、まだ13です。なんだそう、不思議よな、こういう声の人みたいなんか今蜂蜜ミルクを飲んでます。ちょっとあったかい。そう、女の子も声変わりすぎけど、これは変わりすぎね、人違うくらってるからほんまにそう、ジュジュはさ、あの声変わりはするけどそんな変わらんやん。なんかちょっと高くなるとかちょっと低くなるとかぐらいやけど、これまあ人変わってる喋ってる人違うもん。だってさ、こういう人見て、ヤッホーみたいな、ヤッホー、こんにちは、おはようございます、誰かわかるおもろいねんけど逆に。ほんまにおもろいねんけど、逆におもろい声笑い方が一緒か、笑い方やばいあやみやったか、音声だけ聞いてたら分からん、誰か分からんよな。でも昨日からな、なんかもう声が違うねんな、悩みじゃないねんな。しかもなんか喉も痛くなくて、喉も痛くない、違和感もないでこの声やねん。え、やばって思って、今日が一番なんかその、え、どうしようとか不思議。まず今日健康体やねん、昨日より。もう喉も痛くないし、イエーイって感じだけど、この声だけがいつも悩みじゃない。たまに裏返る、はあ、本物の悩みの声も出張行っちゃった。な、まる、ばあ、な、欲しいなっちゃってた、ないなにしてる人、わしを使いすぎやばいな、そのうち治る。今までちょっと学校行ったらさ、やっぱ喋りすぎちゃうねんな、学校友達とかと。だからさ、そのだから喉を使いすぎちゃってた、やからやわ。イケメンか、この声イケメンかこの声イケメンか
こんなさ、はぁってなるけど。有給取っちゃったよ。喉が。どっから出てんのか知らんけど、この声。あやめの声が有給取っちゃったんか。喉が有給取っちゃったら喋られへんくなっちゃう。今日学校でマジでこれ全員に笑われるって。笑うって。ほんまに。誰って言われる。もう昨日もさ。これ言って。ラーメンない。低い声、あ、こんぐらい、こんぐらいかな。ラーメン大好きです、佐藤京子です。誰ですか。待って、佐藤京子さん、待って聞いたことある、名前。それこ今こそこれの喋よ。あーなのか、待って、やばい、ちょっと歌わんとこ、これほんまにやばいですね。はい、多分これやばい、歌唱力までに治らんかった、やばいので、まあさすがに治るけど、3つか言わなきゃ、さすがに治るけど多分ね。学校で最近のどへんの子いない、もうみんな元気すぎ。みんな元気っ子だね。斉藤、あれなんて言った今、斉藤京子さん、誰やねん、それな、自分でも誰やねんやわ。そのままならインパクトでもかな。いつもはできないモノマネとかで、確かにな、マジこの声で生きる今日一日、おもろ。逆になんか戻したくなく、これでいいかもって思ってきた今日、ずっと声変わりしたんだねって。おもろいね。笹岡さんが出張から帰ってきたら、あゆみちゃんの声変わりで、あ、今日ずっとこれ直らんかったらもういける。ちょっと待ってね。よし、オッケー。今のうちにレア声録画。この声録音、じゃあ今からあれかな、ちょっと後でなんか動画撮っとこう。え、声があって、声やばいよな。もう逆におもろくてな、おもろくなってるねんけど、悩みこれ。仕事してくれ、ババ行ってらっしゃい、頑張って。寝起きの声、いや全然違う、もう起きて何分経ったか知らんけど起きてるし、何だろう、飲み物も飲んだから、いつもとは治ってるはずやねんけど、喉やばくても、そう朝、寝起きは出えへんかってん声。だからこの声って分からなくて、配信始めたぐらいに喋ったら、あ、待って、これやばいってなって、あと明日300日やって、すごいやば、顔と声やってなさすぎやろ。いや、そろそろ壇上を読もうかな。そしてあやみちゃんは、この声であやみちゃんとやばい。ちゃんは学校の準備に入ります。はい、いきます。13ヨッシーさん、ありがとうございます。12テテレさん、ありがとうございます。11イコーミルさん、ありがとうございます。
10位渡るさんありがとうございます。9位正規さんありがとうございます。8位、高野さんありがとうございます。7位高政さんありがとうございます。6位奈々さんありがとうございます。あれ、あ、5位風呂敷さんありがとうございます。4位ピーマルさん、あ、間違えた、4位炭酸専務さんありがとうございます。3位ピーマルさんありがとうございます。2位きびだんごさんありがとうございます。そして1位はジョーさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい声だな、いい声ですが、ありがとうございます。300日記念声、これはやばいね。はい、では今日の1位はこの声が出しやすくなりました。低い声が出しやすくなりました。すごい偽物の声から298日、キルガスあやみです。これでも一応声は違うけど、これは声は違うけど、キルガスあやみですよ。今のところ1位の方は日替わりです。それもそれで嬉しいね。あやくん、あやくんです。今日の1位はジョーさんということでね、声が出ません。はいまず猫ちゃんを描きます。耳を描きますね。絵描き歌が始まりそう。ドラえもん出来上がってたらどうしよう。何か食べてる、かわいい子。なんかこの猫めっちゃかわいい。アニメで出てきそう、ドラえもんで出てきそうな猫してる。何食べてんねやろこれ。パン、コッペパン食べてんの？ダメだよ。かわいいわね、あなた。目がね、キュロってしてるね。うちの子はたちはなんかキリってしてます、目が。丸っこい。からこれは可愛い系猫。うちのごまめ麦はあのイケメン美女系猫や。系統が違う猫や。謎にねみんなキリッとしてるんよね、うちの子たち。みんな同じ系統の猫ちゃん。それもそれで可愛くて好きですね。待って、絶対体おかしいってこれ。ああ、入りがちった。はい、OK。いきます。せーの、じゃん。今日の位置はジョーさんでした。ありがとうございます。これ初めて見た方びっくりしてるんじゃないかな。これ本物の声じゃないですよ。はい、ジョーさんありがとうございました。一社目撮ってください。はい、パシャ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 。はい、ありがとうございます。いや、今日もありがとうございます。もっと可愛く、そう、こんなハスキーボイスじゃない。これもこれでいいかもしれないけどね。はい、一応本物です。一応じゃない、本物です。はい、では明日もありがとう、あ、今日もありがとうございました。明日もよろしくお願いします。明日の配信も知りたいなので、明日はね、あの、毎日配信300日記念なんで、皆さんぜひお越しください。くれたら嬉しいです。ではありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバイ。